こんにちは、サムさん、英文法の時間がやってまいりました。今日は上智大学外国語学部などのですね、正誤問題5題行ってみたいと思います。で、皆さん、今日の動画だけはですね、皆さんちょっと設問が長いので、それを皆さんまず1画面の中でご覧になっていただいて、で、その後ホワイトボードに戻ってくる。設問ホワイトボード、設問ホワイトボードという感じでちょっと画面を切り替えながらですね、進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。では、1問目お願いします。さあ皆さん1問目でございます。下線部 A から D ですね、の4つの中からですね、文法的に、また内容的に不適切な表現を1つ選ぶという問題でございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん1問目でございます。皆さん問いの16番ですね、前半を抜粋してみました。ということは、皆さん言い方を変えるとですね、もうこのあたりに正解があるということでよろしいかと思います。で、もちろん、下線部 A のところからこう、読んでいくんですけども、皆さん、下線部 B ですよね。皆さん、サプライズと言われたら、感情を示す分詞。つまり、現在分詞か過去分詞にすればいいんじゃなかろうかというところでよろしかったかと思います。ただ、それの動画はですね、以前から説明はさせていただいてるんですが、知りませんという方いらっしゃるかと思いますので、皆さんスマホでご覧になっている方は右下ですかね、このボタンがあるかと思いますので、このボタンを押していただきますと、リンク先貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さんその時にお話はしたんですが、皆さんサプライズ感情を示す分詞と言われたら、皆さん主語を皆さん確認してくださいねということです。で、皆さん左側はという動詞がおりますので、主語はと言われたら多分このあたりですよね。で、皆さん分かりやすくするためにちょっと前置詞プラス名詞をカッコして M という感じにさせていただきますが、こうすることによって皆さん主語が many people ですねと。で、感情を抱く、皆さん人間ということでよろしいかと思います。で、皆さんこの感情を抱く人間が主語の場合には、大丈夫ですね。過去分詞にすればいいということでよろしかったかと思います。ですから皆さん、サプライズのところがまず皆さん正解ということで、過去分詞ということですから、サプライズにしていただけますとバッチリです。ではこの後2問目に行きます。さあ皆さん2問目でございます。ちょっと考えていただけますかね。さあ皆さん2問目でございます。皆さん下線部 B ですよね。皆さんインスパイトと来たら、ん?なんかおかしいなって感じになるんじゃないかなと思いますが、まあ普通に考えていただけるとですね、インスパイトオブですよね。うにゃうにゃにもかかわらず。というところで皆さん下線部 B が正解です。さあ続いて3問目でございます。さあ皆さん3問目でございますが、皆さん下線部 A ですよね。皆さん、アービルディング。皆さんもちろんビルドと言われたら、建てたよー。何よー。ってことですので、他動詞でよろしいかと思います。で、皆さん、後ろに目的語があるはずなんですが、皆さん、on the foundation stones, 点々点。ということで、皆さん、前置詞プラス名詞でございますので、ですから皆さん、M という判断でよろしいかと思います。ですから皆さん、他動詞の後ろに目的語がありますかと言われたら、ないですよね。ですから皆さん、他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態、もしくは過去分詞にしましょうね、という話はさせていただいております。ですから皆さん、それも動画をまだご覧になってないという方は、皆さんこちらでございます。リンク先貼っておきますからね。ですから皆さん、受動態にしなくちゃいけないということですが、皆さん、ビルディングのまんまでございます。ですから皆さん、ビルディングのところを、ビルトですね。にしていただけますとバッチリです。続いて4問目です。さあ皆さん4題目でございます。皆さん今回の問題は後半部分でございますが、皆さんこの下線部 C ですか D ですかと言われたら、
もちろんで、ということで、よろしいかと思います。皆さん、後でまとめますので、皆さん、今は聞いておくだけでいいんですが、皆さん、ダメージという表現ありますよね。で、皆さん、加算名詞ですか、不加算名詞ですか、と言われたら、不加算名詞、数えることができない名詞でございますので、すみません、メニーはマッチに書き換えて、で、皆さん、ダメージーズのこの複数の S もいりませんので、ではダメージ、この単数扱いですね。マッチダメージに、書き換える必要性がございます。ということです。で、ただ問題はそのダメージがですね、なぜ不加算なのか。ま、損傷、ダメージみたいな感じで皆さん、イメージは湧くかと思いますが、皆さん、ちょっとイメージしていただきたいのは、ダメージ。例えば、精神的ダメージ。心理的ダメージ。皆さん、ダメージというのはあくまでも、他者から、外側からですね、与えられるものなんですね。ですから、そもそもダメージというのは、そもそも本来は持っていないものなんですね。ですから、自分が持っていないものですから、数えようがないというふうにイメージしていただけますと、ダメージ不加算名詞ということで、よろしいかと思います。サミさん、最後です。この下にあるもの、これは出典ですからね。こちら上の方を考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん最後の問題でございます。皆さんこの一文だけご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、やっぱり皆さんおかしいですよね。皆さん、nothing が否定語なのは問題ないでしょうし、皆さん far from ですね。だからこれこのまんま使ってしまうとですね、やっぱりうにゃうにゃどころではないですよと。とても有名な熟語として皆さんご存知かと思いますが、否定語でございます。ですから皆さん、否定語が2つ出てきてしまいますので、ですから、間違ってる、おかしいのはやっぱ下線部 C かなというところでいいかと思います。じゃあ、どう直しますかと言われたら、まあ、例えば、こういう感じでよろしいかと思います。皆さん、真実ほど、皆さん、ファーザーですね。これほど真実から、ファーザー、遠く離れてるものはないですよ、と、みたいな感じでよろしいかと思います。では、すみません、下線部 C が正解ということで、まとめに行きます。サミさん、お疲れ様でございました。先ほど出たダメージに関してですね、まとめておきたいと思います。で、皆さん、不加算名詞であるという点とですね。あと皆さん、先ほどの問題でもちょっとあったんですが、皆さん、ダメージの左側に置ける動詞ですよね。じゃあ、do damage ということでよろしいかと思います。で、皆さん、これで損害を与えるということでございますので、皆さん、このあたりもですね、問われる可能性も十分ございますので、まとめておきます。ですから、皆さん、この後もしよろしければ、皆さん、ノートを写していただいてですね。で、ノートを写して、あとは、これですね、赤シートで隠して、スラスラ言えるというところで、いつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、外国語学部などということで、ちょっとまとめてみますが、皆さん、今、ご覧になっていただいてですね、正誤問題。特に難しい問題は、まあ、そんなにはないんじゃないかって感じがいたします。ですから、この動画、やだちとスタディとか、もしくは皆さん受けてる授業とか問題集などで十分対応できるレベルかと思います。ただし、そうは言っても皆さん、やっぱこういう感じで知らない知識出てくるかと思いますので、ですから、そういう時も純粋に、貪欲にですね、こういう文法原則をノートに移し、で、蓄積していくという感じの姿勢がよろしいかと思います。ぜひ参考になさってくださいね。では、明日以降もよろしくお願いいたします。